マナズル・マサキチは、稲葉国遊美軍出身の元大相撲力士。本名は不明。稲葉国遊美軍で生まれ、旭山部屋でデビューした。その後、鳥取藩の抱え力士として1852年2月場所で、初土俵を踏む。1856年11月場所で、新十両昇進を果たし、その場所で7勝2敗の優勝相当成績を上げる。十両は3場所で通過し、 1858年1月場所で新入幕を果たした。この場所でも6勝2敗1分の好成績を挙げるが、1858年11月場所が江戸大化によって中止となり、1859年1月場所はなぜか幕内各番付外に据え置かれた。好成績を収めていながら番付外に据え置かれるという、当時としては大変な衝撃を受けたマナズルは、 この場所を一生いっぱいにふん日横9の不審で終えると、その場所後の同年7月に自殺したと伝わる。番付運の悪さに泣かされた、悲運の力士だった。通算幕打ち成績のうちの19は、死後の1860年1月場所の番付にも掲載されたことによるものである。なお、この時の番付が自身の最高位である、西前頭3枚目となった。 ありがとうございます。